もかまです。シティーズスカイライズ2実況パート20やっていきましょう。今は2月、冬ですね。山が雪に覆われています。はい、前回はですね、こちら、北側の方にある、その名も、デス・オア・ダイっていうね、住宅エリアを開発をしまして、で、ここら辺でしたよね、そうですね。はい、路面電車もですね、通したりしまして、まあ、ちょっと公共交通を増やしてね、渋滞を減らそうじゃないかという風な試みをしました。まあ、その結果、亡くならずということでね。まあでもこのゲームはね、断ることに言ってますけれども、渋滞解消ゲームなんで、都市開発ゲームの皮をかぶった渋滞解消ゲームなので、これがなくなることは基本的にないんじゃないかなと。むしろね、この渋滞をこういろいろね、やりくりして解消した時のあの快感な、あれがたまらないので、渋滞見つけると若干テンション上がったりしますね。まあ下がる時もあるんですけど、今回は何をやっていこうかと言いますと、実はですね、電気足りてないんです生産より消費の方が多いということで、市外から電力を輸入しちゃってる状況なんですね。なので今回は、電力を生産をまずやっていきたい。で、いろいろまあ発電所はあるんですけれども、今回やるのはこれだ、水力発電所。ぜひこれをやっていきたい。要するにダムを作るということですね。このマップってめちゃめちゃ平地なんですよ。まあ山はあるんだけど、水源がすごい平地。ここしかない。他にはないので、こっから流れてくるこの川をどうにかしてダムに仕立て上げなきゃいけない。で、今まではその方法ちょっとわかんねえなと思って水力発電もできなかったんですけど、先日公開した番外編の動画でね、がっつりヒントをゲットしたので、今回はそれを応用してダムを作り上げていきたいなと思います。うまくダムを作ることができたら、多分めちゃめちゃ発電できて、余った電力を市外に売りつけるっていう、それでまたお金をゲットできるはずなので、はい、今回それを目指して目標にやっていきたいと思います。いきましょう。じゃあまず最初に、水力発電所をアンドックします。そしてこの水源のあたりですね、ここを、タイルを買います。はい、はい、じゃあここからダムを作っていきたいですが、まあ水力発電ってご存知の方もいるかと思いますが、高いところにある水が低いところに流れ落ちる力を利用して発電するので、水が高いところにまずなきゃいけないですと。でもこれって今低いですと。うん、というか、すげえな。犯行だらけですね。犯罪シティになってるけれども大丈夫ですか？ちょっと待って、一回。警察だけちょっと作ろうか。ちょっと。今まで警察署を作ったけど、警察本部もアンロックしたんで、これ作ろうか、建てようか。特にデス・オア・ダイのあたりが、すごい犯罪が多いので、さすがデス・オア・ダイ。ここに本部を作りましょう。はい。おお、初本部。かっこいいじゃん。すごい、なんか光ってる光ってる。アップグレード、追加拘置所。まあ、拘置所はいらないかな。刑務所あるからね。拡張車庫。あ、これは敷地内だ。じゃあ作っとこう。で、ヘリパッド。お、来ました。警察ヘリか。いいね。これ作ろうよ。はいはい。あ、ここにね、乗るのね。おお、来ました。ダムを作ろうとしてましたけれども、とりあえずこれだけ見せてください。ポリス。かっこいいもの。おー、危ない危ない、大丈夫？これダメじゃない？これダメだ、危ない。はい、今パトロール中なんですね、これね。犯罪率を低下させるんだって。まあ、やってることはパトカーのパトロールと同じだよな。あー、これは突っ込むね。あ、突っ込んだね。まあ、これは警察のね、秘密技術で、ビルに突っ込んでも何事もなかったかのようにできるんですよね。はい、満足しました。じゃあ戻ろう。なので、まずこの水位を上げなきゃいけないっていうところからのスタートですな。今回地形変更ツールはね、お金が全くかからないのでね、まあそれが嬉しいか悲しいかは人によって違うと思いますけれども、今回の動画に関しては嬉しいな。がっつり使うから。
こんな感じで川沿いに壁を作ります。反対側もな。先日の動画でヒントを得たってさっき偉そうに言いましたけど、まあ早い話がね、結局こうやって水源を囲う壁を作った上で、それを蓋するようにダムを作ってあげれば多分水は溜まっていくはずなんですよね。でも発電量少ないな。 208? 全然じゃない。あ、違うわ、右側か。マックス一番上まで水位が上がれば 2693MW。 いいじゃん。はい、とりあえず作ってみた。うん、試運転行ってみようか。時間進めるよ。ちょっとこの横の水が気になるけど、これザバーってならない？あー、ちっちゃくなっていく。どういうこと？いまいちこういうところの動きがわかんないんだよな。はい、水がこう来て、横には漏れていかないですよね、多分ね。うん。このまま多分、せき止められて溜まっていくはずなんだよね。だと嬉しいなーって思ってんだけど。うん。ちょっとずつ上がってってるような気はするけど、時間かかりそう。じゃあ、その間にちょっと、周り、今、違和感バリバリなんで、ちょっと山っぽくしていこうか。一旦こんな感じで、ベトッと広げて、おーっと、花開くメトロポリスになりましたね。おー、花開いたよ。開花です。あと、3つか。拡大するメトロポリス、巨大なメトロポリス、メガロポリス、よしよしよし、来てる来てる。まあ、勝ち取ったーって感じはあんまないけどね。気づいたらゲットしてましたっていう。すごい。やっつけでコーンに塗った食ったジェラートっぽくなった。それを地形平滑化ツールを使って鳴らします。鳴らしていきます。汚い。一生懸命試行錯誤して作ってますけど、山作るっていうのは難しいな。あ、ちょっと分かってきたコツが。山頂の方から下向きに三角を作っていけばいいんだよ。で、三角の真ん中をちょっと盛り上げるのよ。そうすると割と山感出てくるような気がするんだよね。ほら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 。で、三角をぴったりくっつけんじゃなくて、たまにこういうとこをちょっと開けとくんだよね。そうすると沢っぽい感じの表現ができるから、そういうのも大事。よくよく考えるとこれダム作りに全く関係ないよね。今気づいたけど。いやーでもやっぱりね、見た目って大事だからね。いや俺さ、ダム公園を作りたいんすよ。あるじゃん、ダムを見渡すことができる公園。あれを作りたいからさ、ちょっとやっぱり雰囲気大事だなーと思って。うん、ぼちぼちの仕上がり。じゃああとはここに、木を生やしますかね。何がいいかな？ポプラの木？松？松かな？やっぱり。ちょっと、ここだけでも日本風にしてみる。まあ、ただね、これが、ちゃんと成長して立派な松の木になるまで、どんぐらいかかるんだろうな。ゲーム内時間1年とかかかる？もっとか？ 2 年ぐらいかかるのかな？まあ、とりあえず種は撒いておこう。OK！ うん。まあ、そんなに違和感はないよね。はい。で、あとは、そっか、道路をつなげないといけないか。ここのダムの上、多分これ道路だよね。二車線道路っぽいので、そうだね。まあこれはちょっと試行錯誤していかなきゃダメだね。だってこうだもの。これ、どうやって無事に降りればいいんだ。よし、降りた。うわー。これは、ちょっとえぐいけどね。いやーでもいいだろう。で、この道はもうそのまんま高速ぶち抜いて繋いじゃっていいんじゃないですか。ぶち抜くっていうか接続をもうがっつり。ん？これ高速？これ線路だ。高速。もうこう。普通に。一般道ね、普通に接続。で、これで従業員は多分来れるようになったんじゃないかな。従業員今0人だが、来てくれないと。あれ？来てくんないな。さすがに遠すぎる。繋がってはいるはずだけどね。頭きた。ここに家作ろう。ちゃんと住んでくれるかな。つうか生産電力が 2.6kW しかないんだけどさ。あれ溜まってっ
てはいるはずなんだけどね。溜まってるよね。でもこっちの川が干上がってないってことは、水が漏れてるですか？いやー全然水溜まってってない気がするわ。これなんでですかね。やっぱ漏れてるとしか思えないんだけどさ。この手前側？ダムの手前側をちょっと土で埋めてみます？こんな感じにしてみた。いやーダメだ。水溜まってってない気がする。そもそもこっちの水が枯れてないのが、川がね、枯れてないのがおかしいよ。せき止めてんだから枯れないとね。全然枯れてないもの。あれー？今度はもうちょっとがっつり蓋してみた。これで、しばらく水が溜まるか様子を見ましょうかね。じゃあちょっとその間に、こちらの町の方をやっていきましょう。ね、今日はずっと放置してたから、ああ、なんか大変なことになってるぞ、これ。霊柩車町、犯行現場。あ、そういえばどうなった？フィービーさん。フィービーさん、今どこにいる？ああ、家の中か。暇つぶし中。あ、しかも結婚してるっぽいね。タイラー・メイソン。おめでとう。いいねしてあげよう。ここすごいな、これ。どうなってんだ？路面電車が邪魔？ん？この路面電車何してんの？乗降中で止まってんのか。え、なんで止まった？乗降中、いやいや、何やってんの？あれ？いや、そうだよね。こっち向きだよね。こっち方面だよね。何やってんの？まだちょっとやっぱバグがあるよね。これバグだよね、きっとね。乗降中で止まっちゃってんもんね。一回無効化する？無効化しました。これで動いてくんない？いや、ダメだ。もう完全にスタックしちゃってるわ。え、これどうすればいいの？一回セーブロードすればいい？どうだ？いやー動かないね。もう道路を作り直すしかないわ、これ。ひどいや。ぐにゅってなってる。すげえ動く。ちょっと待って、なんかすごい動きだった。すごい動きだぞ。はい、とりあえず行って行って。あ、水が減ってしまって、ベニセのところが全然ダメになっちゃった。ああ、いや、ベニセまだかろうじて水がちょっと残ってっけども、ここ、旅客港は、これ動いてない？いや、動くはずだよね。番外編で確認したから、これは動いてくれると思うんだけど。あ、ほらほら、動いた動いた動いた。いけー！水がなきゃ進めないなんて甘いだ！あ、ってことは、やっぱり多少水は減ってるってことですね、これは。こっち側に水が増えてるということでよろしいんですかね。増えてんのかな、これ。全然増えてない気がするんだけどね。効率 1% でしょ、だって。水深が浅い。もっとここにこうやって作るか？本当にわからない。助けてほしい。これはさすがに溜まるんじゃねえか？これもう多分関係ねえもん。この地形でね、蓋してるから、これは溜まんないとおかしいでしょ。でも水は来てるんだよね、こっち側。これさ、なんか、地面に染み込んでる？水が。そういう動きじゃない？だってここ塞いでるのにさ、こっち側来るのおかしいもんね。そうなるともう、染み込んで、地形もダムも通り過ぎてるぐらいしか思いつかないんだけどさ。ダム公園とか作ろうか。ここら辺平らにして、はい、おう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 、ああ、いいんじゃない。ダム公園感出ませんか。おお、いいじゃんいいじゃん。ねえ、ダム見える。ああ、いいと思う。はいはい。あー、またこれ路面電車乗降中で止まってる。いやー、これどうすりゃいいんだろうね。え、なんか俺が悪いのかな。バグだと思うんだけど。バグじゃないのこれ。おやおや、それのせいでこっちもすごいことなってるもん。
大変なことになってるよ。お祭りだもん。てかここが2車線道路なのが良くないね。これ4車線にしよう。まずん、アイテムが重なっています。だってなんか重なってる。これでもいけんじゃないの。これ壊せるよね。ん、何重なってんのこれ。電車の停留所か。あ、これか、この石。おい、なんか石の下に車が埋まってた。どうしたお前。ああ、なるほど、家が建つのか。びっくりした、石の下に埋まってるのかと思ったよ。なんか犯罪の匂いがしたわ。ああ、やっぱり電車の停留所があったからだね。はい、これで行けました。なんか俺今日はこのゲームの仕様にボコボコにされてる気がするな。いい動きするな。はい、動き出した。またなった。これなんか分かったかも。分かってないんだけど、あの駐車場の入り口に路面電車がかぶるように停留所作っちゃいけない気がする。これ場所変えよう。ちょっとこっち寄りにしよう。ここ。いや、動かねえな、やっぱりこいつ。ほんと、ほとほと困っておりますね。もっと手前にする？ここら辺とか。そろそろ動き出すね。はい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 。いやー、ダメだ。どうしてもこいつが走行中のまま止まっちゃう。なんでこれ？バグじゃないの？完全に。ああ、ここも、いやもうさ、いやー困ったなー。いやー、シティーズ2やって今一番困ってる俺。ああ、でもちょっとお前もうね、今ね夜中3時過ぎてんだよね。3時4分。これ路面電車やめるっていう選択肢にしたいなーと思うんだけども、ちょっと今ごめん、もう時間ないわ。一旦ちょっとこれはもう、でも放置するにもなー、放置もできないもんね。もういいや、一回ここの路面電車やめよう。はい、壊す。いやー、もう意味がわからなすぎる。他のところの路面電車も同じようになってない？大丈夫？あ、待って、ここら辺もなんかやばいんじゃない？これ、これもそうじゃない？これ走行中止まってない？あ、そうだ、走行中止まってる。もうごめん、知らん、知らんじゃん、もう見ないふりしよう。ちょっと今の俺の状態で乗り切れないこれは。おはようございます。ちょっと寝てから検証を再開していろいろ挙動を見ていたんですけど、一つの結論に達しました。水源は設定された高さ以上に、水位が上がることはないです。はい、だからいくらここでせき止めようが何しようが、これ以上ここの断面あるでしょ、ここの断面の高さ以上に水位が上がることはおそらくないので、今まで私が数時間かけて検証してきたアプローチは無理だということが分かりました。世の中無常です。じゃあここまで頑張って用意したものは全て無駄だったのかというと、実はそんなことはなくて、もともとやろうとしてたのは大量の電力を生み出すために水の高低差を作りましょう、なので水の水位を上げましょうというアプローチだったんだけど、それがダメだったので逆に今度は、水を低くしましょうと。それでも高低差は生まれるからね。もうこの川のところは全部タイルを買ってしまいます。はい、で川をこんな感じで底をねゴリゴリ削っていきます。とりあえずここまでにしますか。ね。で、この状態でダムを、高さを変えます。壊して、今溜まってるこの高さ。この高さにスレスレに合わせるようなダムを作らないといけない。水中ですって出ちゃうな。ちょっと時間進めるか一回。は、段差を鳴らそう。うわー、すごい。すげえ動きだ。なんだこれ。わあ、待って、これ下流の方洪水なんねえか。まあなったらなったれ。はい、さあどうでしょう。これで溜まるととてもそうハッピーなんですけどね。やっぱ一番上までね、ここまで溜まんないと
発電しないので、ちょっとそれ待ちで一回様子を見てみよう。ごくり。あ、待って、水位止まった気がする。上がってないな。マジか。これじゃ当然発電してないよね。してないですね。おー、そうですか。作り直すか。いや、ここまで来たからできるはずだ。いやー、水中ですが出るなー。これどうすればいいんだろう。今あるこの川の水位を一回下げればいいのか。どうやって。ここに蓋しても水位下がらなかったもんね。もう一回やってみるか。あー、ちょっとずつ下がってはいるね。早送りすると分かりやすい。まあもっと下流に作ればこんな水抜きなんかする必要なかったと思うんだけど、まあせっかく山ここに作っちゃったしな。うん、作ったからには使いたい。それが人情ってもんだろう。やっと来た。よし。はあ、やっとできた。あの、水を抜くためにここに無駄なダムを、無駄ムを作ってました。こっちもこうやって除去しまして、しゃあ、これはどうだ、発電してるんではないか。これいってるでしょ。地下全然出てないように見えるけど、これもいってんじゃないか。まだか。まだだ。もうちょいもうちょい。いやでも、来るはず、これは。俺はこの状態で待つぞ。正座して待つわ。嘘。あ！あ！来たー！来ました。これは来たでしょう。上がってますね、上がってますね。いやー、やっと来た。あー！これ、今回の動画収録、6時間、7時間ぐらいかかってるかな。ダム。あれ、でも63、4メガワットぐらいで止まったな。あ、そんなもん。そんなもんすか。あ、そう。まあ、高さはここまでしかいかないからね。うん、低さこっちの方か。やっぱこの辺りか。ここら辺をこうゴリ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 って、もう風情も何もなくして、こうやってえぐってあげると下がるかな。下がるか。なんかここ潰れてるものがありますね。これなんだ。用水所が潰れてます。あー、なるほど。ここ再建しても大丈夫これ。ギリだね。あー、また倒壊する。耐えろ、耐えるんだ。あー。ダメだった。あー、ちょっと待って。あー、出てきた、出てきた。今飲み込まれたね。奈落の底に飲み込まれたな、船。あ、258メガワット。素晴らしい。いいですよ。よし、じゃあ、本当の目的はこれだからね、本来はね。ここから送電線をつなげましょう。生産517メガワット。あれ、なんか増えてない？あれ、なんで増えてんだっけ？まあいいや、ここからさらにつなげますよ。せーの、ドン！おお、すごい。輸出。めっちゃ輸出。あ、そっか。生産は、つながってる、つながってないに関わらないから、もうダムの分も入ってたんだ。で、今、送電線つないだことで、市内の方に流れていって、余剰分が輸出されていると。おお。今回は、過去一大変な作業でしたね。これは、まあ、ただそのおかげでね、いいダムができたんじゃないでしょうか。ちょっとダム公園から覗いてみましょうか。おお、あー、いいっすね。ダム公園からの眺め、おお。いいね。ちょっとあそこ漏れてるな、少し水。いいですね。あー、大自然って感じ。反対側の道はここにこんな感じでつなげていこうか。はい、こんな感じで使
ましたと。ああ、発電量また下がってきたね。127MW か。まあ、結局あれなんだよね。ここの水源の高さと、さっきも言ったっけこれ。海面の高、うわ、ちょっと待って。やばいことになった。ちょっと待ってくれ。うーわ。いや、これも一過性のものだと思うよな。ちょっと。だから、ごめんね。ちょっと今これ見たかったふりするんだけども、これ記憶消すね。ここのね、水源の高さと、こちらのね、海の高さ、ここの高さの差、それが最大の高低差なんだよね。だからここのマップなんかはその高低差が小さいから、まあ頑張っても大した発電量にはならないというところですかね。まあでもいいよ、雰囲気がね出ればそれはそれで満足です。というわけでですね、図らずも豪華絢爛シティが水の都になってしまったわけなんですけれども、あーでもこれはこれで綺麗だねこの辺りこれ何もないけど大丈夫なんだっけ、これなんかあったところ、あーそっか、もうこれ全部倒壊してるのか。うわー、霊柩車町だってあーごめんよ。さあ、ということでですね、これはまあ皆さん忘れてください。次の動画ではもう綺麗にね、立派に戻ってると思いますので忘れてください。はい、次回はですね、路面電車ね、あれがもうどうにもならなかったんで、ちょっと地下鉄とか、地下鉄かな今のところな。本当はねモノレールがあったらねそれ使いたかったんだけど、残念ながらないので、まあ地下鉄かバスかって感じかな。そのあたり、はい、置き換えていきたいなと思います。黙々と水の中進んでいくね。はい、ということで、よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。